はい。遠野江です。それでは今日は、10月に公開される映画、夜明けを信じての制作過程を記した本が出ましたので、まあ、それを、味わってみたいと思います。映画、夜明けを信じてが描く救世主の目覚めですね。で、この中に、ブッダと、 中山美希の霊言が入っております。さらに、付録でサムライミ監督守護霊の霊言も収められていて、さらに、特別収録として映画に挿入される6つの楽曲の歌詞も 載っております。この映画は非常に珍しい特徴がありまして、2年前に公開された同じテーマの映画を同じ作者が前作では届かなかったものを表現するために拒否を投じてですねで、ほぼ同じ制作メンバーと映画を作り直したものなんですね。これは珍しいパターンです。 で、テーマは、救世主としての目覚めなんですね。で、なぜそこまでして、これを描くかというと、後世への最大異物になるからだということですね。この救世主の物語が。だから、一切の妥協を排して追求をしたと、まあ、大川総裁がおっしゃってるわけです。で、私もこの本を未読いたしまして、4つの柱でですね、私なりの を紹介をしてみたいというふうに思っております。でまず一つ目、悟りですね。で、これはあ、ブッダの霊言によるわけなんですけども、前作では届かなかったものという観点から、ブッダの言葉が入るわけですね。悟りを求める姿勢のところが描けてなかったというご指摘です。まあ、つまり、ブッダの悟りを得る人が出るというのは、 三千年に一度しか起きないことなんだと。その重みが描けていないということであります。で、さらに言うと、この悟りというのは、受け身であるとき入ってきたっていうようなものではないんだと。こ,こちらから能動的に登っていって、その結果、卒択同時で起きるものなんだと。 この悟りを求める修行者の部分をもっと描くべきだと。まあ、こういうご指摘であります。つまり、主人公はですね、20代半ばの頃に、すでに西田北朗とか、道元とか、空海の悟りを遥かに超えていたと。で、何をしていたかというと、ソクラテスとか、釈迦とか、孔子とか、 イエス・キリスト、この四大聖人、この人たちの悟りが本当にわかるかという、この対決をしていたんですね。ですから、彼らが説いていることが、この自分が学問的心理を探求して到達したものと相交するかどうか、その対決の中でですね、高級書類の言葉も望んでくるわけです。で、それらが、この火花のように、 カチカチカチとこう、こうして、そしてついに救世主誕生の自覚を持つに至るわけなんですね。でこういう部分を描く必要があるとで。それでも主人公は最後の最後まで本当に自分が救世主足り得るのかというところで葛藤いたします。つまり霊能者であるということは分かった。 しかし、救世主の役まで本当に自分にできるのかというこの葛藤ですね。まあ、この人類史的な葛藤、この辺が描けるかどうかと。まあこういうお言葉がブッダより入ったわけです。そして二つ目の柱、孤独なヒーローと。この救世主誕生の夜明け前の感覚を 映画化するためにはですね、いろんな角度から光を当てないと浮かび上がってこないわけですね。撮られたのが中山美紀の霊言と。なぜ中山美紀か。大川総裁の聖母はですね、過去勢が天理教快祖の中山美紀なんですね。ですからこの間近で見ていた母親が息子を語ったわけです。しかも宗教的な眼差しで語った。で、 そこでおっしゃるには、大川流法を理解できた人はいなかったと。孤独なヒーローでしたと。孤独感はあったと思いますよ。とおっしゃるわけですね。だから、ただ一人行こうとしていたんだろうと思いますよと。身近な友も、身内でさえも、恋人でさえも、救世主の心の内なんか、誰も分かりはしなかったわけですね。ですから、父親も、 兄も最初は否定して嫉妬していたっていうのが本当のところでしたよと。こうおっしゃるわけです。で、その辺のところを主題歌のただ一人行くっていう中に歌詞として表されてるんですね。誰もわかってはくれなかった。ただ一人行くことの悲しさよ。理解できる人がいないわけです。だから救世主が夜明け前にどこをさまよって で、どの道を歩んで、どの川を泳ぎ渡って、で、一体、いかなる悟りの山を登っていたか、誰もわからなかったわけですねで。孤独な道行きだったわけです。さらに、そういう中で、たとえ世界を敵に回してでも、戦わなければいけない時があるわけです。ですから、この辺は、永遠のブッダという経典の中に、 勇者は孤独のうちに立つときに聖なる光を帯びるのだっていう言葉がまあ思い出されてきました。それはそうだと思うんです。唯物論の世の中で霊言を出して、そして救世主宣言をするっていうのは、それは大変だっただろうなというふうに思うわけです。こういう孤独なヒーローの部分がある。さらには優しさの面も。だからこの悟りの 厳しさとかですね、孤独の辛さとか言うだけでもないんですね。人に対する優しさがあったわけです。そこも描かなければ、この救世主の救いっていう部分が浮かび上がってこないと思うんですね。だ母の視線はさらに語るわけです。他人の気持ちがわかるタイプの人でした。その辺が学歴エリート型の人とは違うところだった。人が困ってる時とか、 本当は悩んでる時っていうのがすぐ分かったとおっしゃるわけですね。で、言葉をかけてくる。そういう風な経験をした人がいっぱいいると。言葉をかけてもらった人たちが。何も言わなくても、必要な人には必要な言葉をパッとかけてくれると。とエピソードとして、その主人公の入っていた寮の、寮母の一人がですね、この方、母子家庭で頑張ってた人なんですけど、 ま、寮母さん同士で揉め事になったそうで、その人間関係の悩みから、まあ、自殺までしようと思い詰めていたのをですね、朝この主人公がすれ違いざまに瞬間的に捉えたんでしょうね。おばちゃん頑張れ一言声をかけて、会社に行ったそうなんですね。で、この言葉がね、タイムリーだったわけです。で、この言葉でこの寮母は救われたわけです。で、こんなエピソードが、 たくさんたくさん真珠のように輝いていると。で、この人の心がわかる優しさっていうのがですね、この中にいかに千秋っていうイメージソングが入ってて、これはまあ、ある種のもう一人のヒロインの方に対する思いを綴った、まあ、恋の歌でもあるんですが、この中に私はこの繊細な優しさがこもってるんじゃないかと思ってですね、 読んでて目を見張ったわけなんです。いかに千秋。僕はカタカタゲタ鳴らし。君もケタケタ笑いましょう。寂しさ知らず知らされず。悲しさ知らず知らされず。二人でケタケタ笑いましょう。うん、これを読んでてですね、この言葉に揺らぎがあるのに、 私は注目しました。いかに千秋とか普通言わない言葉ですよね。ケタケタ笑いましょうっていうのもあんま使わない言葉。その普段使わないような言い回しにこのブレ玉っていうんですかね。ナックルボールみたいなブレ玉、ブレを感じてですね。これがなんかこう風に揺れるすすきみたいに言葉がかすかに揺らぐことによって この淡い青春の市場が醸し出されてくるというのを感じるんですね。まあ、ものすごく意外な連想かもしれませんけど、この揺らぎの感覚はですね、あのビートルズ時代のジョン・レノンが亡きお母さんに捧げた ジュリアっていう名曲があるんですけど、なんかそれを聞いた時の感動を思い出しました。まあ、50年経っても私は聴き続けてる曲なんですけど、こう揺らいでるんですね。で、ちょうど昨日、この曲を歌った徳間さんとちょっと飲んだんですね。徳間がこの歌を歌うってすごい意外な人選なんですけど、どうやら彼の新境地みたいなんですね。で、えー、大川総裁の元歌を 聞きながら、その、普通の曲にない、この、なんていうか、A メロ、B メロ、サビみたいな曲ではない、そういう新しい境地が今始まってるのを、クマは感じてて、その、元歌の吹き込みをよく聞いて、その波動に合わせて歌ったんだっていうふうにね、熱く語ってました。まあ、楽しみにしたいと思っております。それから四つ目に、物語性のところなんですね。で、 こういったものを一切合切折り込みながら、しかもこの壮大な救世主の目覚めをいかに物語にしていくかというところで苦労があるわけです。でここにスパイダーマンで有名なサムライミ監督が呼ばれて、いろんなアイデアを出していくわけです。こう、名人のこの寄付の検討みたいな形でですね。 で、その中には、ライバルを出してみたらどうかとかですね。ま、いろいろ言ってくるわけですね。この世的な繁栄を象徴するライバルを出してみたらどうかと。そして、ヒロインをさらわせてみたらどうかと。本人は悟りの道を行こうとしてる。だから、この世的なものを捨てなきゃいけないという、その辛さとか悲しみの中に立ち上がってくるべき尊さがあるんじゃないかとかですね。あるいは、時系列を 崩してみたらどうかと。違う角度から時間の切り込みを入れてみたらどうかとかですね。あるいは悟りを描くところでは、この霊的なホラーシーンを使ってみたらどうかとかですね。あるいはヒロインに今の奥様である大川翔さんを起用してみたらどうかとかですね。まあ、いろんなアイデアをブレスト風にまあ出しているわけですね。 でもなかなか難しくて、さあ侍味、行き詰まりましたねっていうふうに、まあ解虐して、冗談を言ったりして、まあ、要するに救世主の目覚めを物語で描くっていうののこの難しさっていうのが、まあ漂ってくるわけです。その制作過程が我々にも伝わってくる。だから結局さらに学生時代の友人たちを呼び出してですね、霊的に。 あるいは会社時代の友人とか、それ以外の知人たちの守護霊霊言をもさらに取っていって制作の参考にされたみたいです。ですからこういう霊的世界を交流しながら制作されるというのが幸福の科学映画なんですね。これは3000年に一度しかない希少性のある制作過程。こういったものが明らかに なってまいります、まあ。ということでですね、えー、悟り、孤独、優しさ、物語という観点から語ってみましたけれども、まあ、つくづく映画って総合芸術なんだなと思います。膨大な練り込み作業が水面下にあるわけですね。しかも前回のリベンジが入ってると。それを押してでも描くべきなのがこの救世主誕生の物語で、なぜなら、それがですね、内村鑑三いうところの 後世への最大異物になるからでしょう。ですから、いつかどこかでこの映画を見て、また偉大な魂が目覚めると思うんですね。それは現代なのか、30年後なのか、100年後なのかわかりません。ただ、現在進行形でこの制作過程をたどりながら、風切りを待てるっていうのは、我々にしかない、えー、贅沢な楽しみなんですね。この 同時代に生きるっていう行幸を幸運を噛みしめながら主人公一条悟るの悟りと孤独と優しさを追体験していきたいというふうに思っております。以上私からのご紹介でした。ぜひ映画を楽しみにしたいと思います。ありがとうございました。